来ましたね。すいません、皆さんちょっと1分遅刻してしまいました。どうもどうもどうも、こんばんは皆さん。外も寒くなりましたね皆さん。どっから見てんのかな、どこに住まれてんだろう。どっから見てんのつー話。ディレイがある。だから10秒ぐらい違うのかな、若干ディレイがあるのかな。せや、うん、見てね皆さん、見てくださいね。金曜日だから、まあ、この時間いつもはね CL の生配信したりするんですけど、まあこの日は、まあ普段、聞いてない方にもラジオ聞いてほしいなっていうところで、習慣つけて毎週やらせてもらってるっていうところなんですけれども、まあ生で聞けない方はラジコでも聞けますので、ラジコってアプリで無料なので一部地域は有料にはなっちゃうんですけど、やっほーやっほー皆さん、東京の中から人事します。ルートね、ルート ABC ね、発表されましたね。されたね。22日、もうここまでずっと出てたもん。もうリハ始まってからみんなに言いたくてここまで出てた。危ないとこやった。それな、危ないとこやったで。やっほーやっほーやっほー、嬉しい。髪の毛ね、僕ね切ったんですよ、だいぶ。どう、短く切りましたね。人事です皆さん、こう髪の毛ちょっと黒くしたんですよ、撮影のためにね。ちょっと暗いんですけど、ちょっとこうアッシュっぽい感じでちょっとしましたよね。うん、こんばんみ、やっと減量から解放されたよ。いやマジ食いまくった、やばかった。マジ昨日食った。マジでお腹出てる。最高だった。幸せと思ったもん。間違いない。いや、飯食えるって幸せよ。当たり前のことにやっぱ気づけるよね。気づける。ああ。本当に幸せだった。噛み締めてたもんな。噛み締めたね。カレーのカップヌードルと俺コーンポタージュ一緒に飲んでたもん。これか幸せっての。やばいですよ、この組み合わせ。あと肉巻きおにぎり。あれね、うまかった。あれはマジで体に悪いけど、やっぱ頑張った。もう今もうマジ、もう明日起きてそのめっちゃハードね、昨日みんな、あ、奥ちゃん、ありがとう、奥ちゃん。ん？昨日ランページがみんなブログとかで言ってたんですけど、16人で撮影やったんですけど、めちゃくちゃハード、一日中撮影やって、うん、朝起きたらマジで、両足掴んで、こうやって叩きつけられたんじゃないかってぐらいの痛みで起きましたから、痛ぇみたいな。このまま起き上がってって、ちょっとずつこうやって鳴らしって、こうやって鳴らしって起きましたからね、やばい。ぐらい頑張ったのが、あるんで、ちょっと楽しみにしていただきたいな。超筋肉痛やばいです、死にそう。やば、死にませんけど。いやね、俺撮影終わってオールアップですってなって、うん、まず何よりもまずドーナツ食った。わあいいね、うまかったね、あのドーナツ。いいね、いちごドーナツ。奥ちゃん、ドーナツうまかったね。うまかった。俺はシュガーの定番のドーナツにしました。あれドーナツ、いや早く解禁なんねえかな、言いたい。がしかし、言えぬ。奥ちゃん、奥ちゃん最近頻繁に来てくれるね。奥ちゃんね、優しいんだよな。なんか、昨日もなんか撮影中になんか、ジンさんなんかかっこよくなりましたとか言って。痩せ、減量したからかな。俺もそれ言われた。あれ、みんなに使ってるもしかして。奥ちゃん、みんなに出んの。あ、あとあれだ。無茶しげなやつ言ったでしょ、うん、で、あれ、なんか言うとしたら、なんか解禁したことあったら、危ない危ない、なんだ、なんだっけ。いや、ちょっと先コメントで知ったんですよね。なんだっけな、忘れた。まあいいか、後で思い出したらでいいか。なんか言えることがあったような気したんだけど、忘れた。まあいいや。そうそうそう、奥ちゃん、あ、そうだ、あの山椒の CM だ。
ああ、そうそう。CL の CM だ。あれが、そうそうそう、山椒監督の初作品で。あれ、やばいね。その、多分、あの CL ね、できて、自分らのチャンネルあるじゃないですか。うん、で、多分山椒、あれ、CL 盛り上げていこうっていうところで自分で考えたんですけど、やっぱそこがまずすごいなと思って。うん、なんか自分でちゃんと行動して、なんかやってるの、ほんま山椒すごいなって思うのと、それをちゃんとこうね、メンバーを利用してって言ったらあれですけど、身近にいるメンバーを使って面白いものを作るっていうのは、ほんまにすごいな。マジで皆さんに見ていただきたいです、あれだけは。いやー、ジンママツボりました。そうそう。だから、おかんをイメージして、撮ったんですよ。ほんじゃ、その、CM が公開されたから、おかんからまた連絡来て、あの、お父さんと、あの弟とお兄が爆笑してんでって言ったんですよ。いや、そらそうやろ。だって おかんの、あの、ちょっとうざいところをイメージして喋ったからって言ったら、弟が爆笑が止まらんっつって、おかん笑ってましたけどね。そんな、あの、力也さんとかめっちゃおる。サラリーマン姿の力也さんがさ。やべえだろ、あんなゴリゴリのヒップホップな力也さんがさ。まあ見えへんよ。まあ見えへん、マジで。ちょっと、翔吾と龍のピクニックの上位互換、ちょっとこうやってナッツとか食べながらこうやって喋ってみるみたいな、ピクニックはさらに上。おお、急に話題変えたんだね、びっくりした。え、リギアさんのあのさ、このコーヒー飲むコーヒーのね、え、あれってあれなんかな、お、あれ多分撮影風景みたいな打ち合わせの時からまだ放送されますよね、きっとね。めっちゃそのケンタとかもなんか何ウィッグとか、うん、ああいうのもなんか選ぶとこからめっちゃ真剣になんか、いやちょっとこれ髪長すぎんなみたいな、多分そこもいつ放送されると思うんですよ、裏側。山椒の行動力すげえよな。すごい。あ、お父さんだ。え、お、インスタライブしてる。お父さん、お父さん、あ、おーい、ジンク。あ、お父さん、どうも、ご無沙汰します。よう、雑嘘です。嘘です。本当に嘘です。お父さん。怒られんで。あれ、お腹減りました。出た。ご飯作ってください。うん、前ね、小沢さん家行ってね、うん、ご飯作ってくれたの。優しい、小沢さん。めっちゃうまいの。作ってほしいな。小沢さん。小沢さん。リコ、お前入ってきたね、コメント。俺、小沢さんからあの日もらった T シャツ結構着てますからね。優しい、小沢さん。俺料理美味しそうだよな。俺先輩やぞ。確かに。間違いない。大先輩。あ、そうだ。あと、俺、あれだ。来年のあの、ブックアクトの追加公演決まったんですよ。うん。追加公演、大輝と二人で、なんか明るいな、めちゃ顔。そう、大輝と、相方が大輝か。で、石アナさん。と3人でちょっと朗読劇1月5日にブックアクト芸人交換日記ちょっと初めてすぎて楽しい。まあブックアクトはね、僕ら一回参加させてもらったことありますけど、もう一度君と踊りたいで。すごいね、ジン君はどん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 活躍の場を広げて。いやー、ちょっと本当にね、でしかも皆さんと会えるんかな、会場で。多分現状はじゃない、だからそれが年明けすぐだから、ちょっとね、それも頑張りますので、皆さんね、ちょっと情報多いですけど、細かく僕もストーリー上げたりするんで、ぜひチェックしていただきたいなと思います。見に行きたい。あ、俺も見に行きたいな、それ。ジン君、あ、そうそう、今日ね、今日そうなんですよ。言われて気づいたんですけど、ちょっと、あ、ありがとうございます、小沢さん。ちょっと五条先生みたいじゃないですか、この感じが。わかんないですか、この伝わります。俺もなんか、俺のこれ解禁になったんですよ、言いたいことがある。ない言えることがない。音楽大陸でもボリューム2の後半出たんじゃないですか。後編が今日公開の55分だ。はい、ちょっとね、ゆうさんと音楽談義させていただきましたんでね。音楽ナタリーさんね。うん、ぜひともね、お手すきで音楽チェックしていただけたら嬉しいんですけど、うん、見てる？いや、もちろんですよ。さすがやね。モーニング娘さんのやつも見ましたし。ええー、当たり前じゃないですか。しかもそんなモーニングさんが、その時、取材の時はまだリリースしてなくて、形になってなかったんだけど、うん、わざわざ後日、ディスク CD、うん、送ってくれて。ええー、ご丁寧に。ありがたやと思って。いや、やっぱパフォーマンスすごいもんな。マジでかっこいいから。ライブ A でもね、別のメンバーの方ですけど、来てくださったりとかしましたし。領域的。ということで。ちょっとバタバタ話しすぎましたが、あ、高いで、高いで、
高井でありがとうね。高井でさん、渡しますね、すぐ。じゃあ、すいません、ちょっと時間がないので、うん、この後21時からラジオなので。すぐ放送なんで。いきますよ。よろしく。はい、ということで、某番組みたいな、エンディング、なんか一人喋る、あの番組みたいなやつ。見たくなってますけども、ジンくんね、これからどん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 いろんな展開されていくので、期待しててほしいなっていうのと、1月5日ね、いきなりですが、芸人交換人気ブックアクトやりますので、ジンくんってね、やっぱね、あんな感じなんですけど、こう入り込むのがすごい上手なんで、俳優やってもすごいうまくいくんじゃないかなって僕は個人的にはね、すごく思ってるんですよ。なので、カレンダーも、一緒に、チェックしていただきたいなというふうに思っております。ということで、じゃあここら辺でインスタライブ終わってラジオの準備したいと思います。お付き合いいただきありがとうございました。領域展開みたいな、ちょっと俺はちゃんと見てる。はい、バイバイ。